山本昌さんのノーヒットノーランの実況を本音ですかっていうことを伺いたいんですけどね。はいはい、いや山本さん今日先発だなってバレるぐらいいつもガチガチなんですよ。100上がります。エイブ君まさかオークションにかけてないよね。かけるわけないじゃないですか。うちの吉村さんですよ、あの各話の相手言います。8番中村ドンと構え、で実は山本昌さんと中村武史さん、はいはい、黄金のバッテリー、この2人、まあ、専門家です、はい、に、話を聞くことになってるんですけれども、はい、2人に聞きたいようなことを僕が代弁してこの後聞きますので、はい、なんか質問あったらぜひ、はい、宮部君からどうですか。よろしいですか、うん、あの森脇先輩と僕は山本昌さんのノーヒットノーランの実況を担当させていただいてまして、あの阪神戦ね、2006年の9月16日、はい、優勝の中での最年長ノーヒットノーラン、もっと言えばあれは途中までパーフェクトの雰囲気も、はいはい、もちろんさして森脇さんも喋ってらっしゃると思うんですけども、森野選手のね、ちょっとそうなんです。で、うん、あの直後に山本昌さんはもちろん悔しい前提、うん、でその次に優しいので昌さん、あの森野のエラーがあったから9回は1番の赤星から回るという嫌な巡りじゃなくてずれたからこそ記録を達成できたとすごく広い心でおっしゃってたんですよ。ただそれが本音ですかっていうことを伺いたいんですよね。はいはい、優しさももちろん伝わったんですけど、そこなのね、僕あの今年のドラゴンズはどうかというと、そういうことですか。いやいやいや、いいですいいです。そこプラスじゃあの声に聞いてもいいです。いやもう偉大な記録ですからね。ただね、はい、山本さんの性格からいくと、はい、本音だと思いますよあれは、うん、本当に、うん、そこで質問なんですけども、森野選手のエラーがあったからノーヒットノーランができたんですというのはあれは本音ですかっていう、その前にね、うん、あの僕その日の朝あれ土曜日だったんですけど、はいはい、あの土曜日の、ね、ちょうどねデーゲームっぽくないデーゲームなんでね、3時ぐらいからの試合なんだよ、うん、珍らしい試合だったんだけど、うん、朝倉だったんで前詞が、うん、森脇さんに俺止められてるんですよ、うん、球場入ったら、あそうそうそう言ってました、ドラホットの、うん、あれで、うん、山さん山さんどうにこうのみたいな、うん、止められてんの、うん、俺先発なのになと思いつつ、ああそうですねってそういうのバレないように、ああそうですねみたいなことやって外野行ったんだけど、すいませんでしたっつったけどね。でも本当に森野がエラー、もっと調子のいい試合なんか何十試合もあるんで、あの試合よりも、うん、あれは巡り合わせがあの打順になったからノーヒットノーランなだけであって、もっといい試合なんか何歩でもあってもノーヒットノーランできなかった。ああなるほど、はい、何十試合もあったんですよあの日より調子がいい試合なんでね、うん、こんだけ放ってるんだから。なんだけどあの巡りに例えばその赤星が先頭でランナー出て4番で終わる、それで5番から始まるみたいな、そういうのが最後続いたじゃないですか、うん、5イニング、うん、あの巡りだからノーヒットノーランだっていう、うん、ふうに本当に思ってます。森脇君が先発ピッチャーにはね、あのアナウンサー、ね、新聞記者もそうですけど、うん、あの当日には絶対話は聞かないというね、うん、そういう不問ですよ、うん、山本さんがいつもとは違ってちょっとあの緊張した感じがあったんで、あれこれひょっとしたら今日先発じゃないかそこで気づいたって言って、ね、言ってましたよね。いや僕はね緊張する方なんで、うん、僕はだって予告先発 ない時からロッカー入れば後輩たちはもう、あ山本さん今日先発だなってバレるぐらいいつもガチガチなんですよ。100上がりますよ。そうだったんですね。簡単だよね俺ね。簡単、うん、まあ別に隠そうともしないし、うん、もうこんな風にして入ってくるんでロッカーに、うんうんうん、まあ見てる人が見たら分かるんじゃないですか。もうすぐに、うんうん、あの時ね実況者みんなにサインボールを森脇先輩通じて、うん、あの時は関西からも放送に来てたので、あそうでした ね、あの各テレビラジオの実況アナウンサーにノーヒットノーラン達成っていうサインボールを森脇さん託していただいて、それを私だったかな、じゃあ私じゃなかったかも。僕はとりあえず、ま、森脇さんにもらったんですよ。マサさんから。すごい心配ですよね。そんな話知らない。そうなんです、前もる。ちょっと今日忘れてきちゃったんですけど。あ、本当。はい。まあ私んちのあの解説の方なんで、その辺のことはだいぶ話してるんですけど私は。なのでまああの本音であるのは間違いない。それみんな欲しがるんじゃない？いやもうだってノーヒットなんて直筆で書いてあるわけですから。あ、本当。はい。僕は大野投手がノーヒットノーランしたじゃないですか、はいはいはい、あの時に、うん、あの書いてもらって、あの2個書いてもらって、それラジオで、まあ、あの皆さんにプレゼントした。もう1個どうですか。君はまさか自分の手元に置いてるんじゃないだろうね。
手元以外何者でもないです、ね、実況アナウンサーへとこういうことですから。そうか、みゆぶくんまさかオークションにかけてないよね。かけるわけないじゃないですか。もうちゃんとサランラップに包んで僕飾ってますよ。なんでサランラップ焼けないんだけど、まさかメルカリ出してないよね。出さないです、出さないため書きは書かないでください。増えたりして、ね、久野さんこそもう一個の方は大丈夫ですか。何が？ニコサイン、ニコサイン、ニコともプレゼント。あ、そういうことですか。ラジオのリスナーにプレゼントを与えた。心が広い、心広い、本当に。もう一個リビングにと思ったんです。私もそう思いました。ね、そんなことはしません。僕はあのラジオ聞いてる皆さんが大事なんです。なんでその好感度上がってるんですか。なぜここで。森脇君はあの、ね、2人に対して何か質問があったら。マサさんはね、うん、あのもう常時お話ししてるんで、あ、そうそうそう、決断がないんですけれど、うん、あの今度あのラジオの中継の解説がマサさんなんでよろしくお願いします。業務連絡ですね。直接言える。あとあのそうそう、直接言いなさい。さっきのノーヒットノーランで言うと、うん、私ね、大野雄大のノーヒットノーランも中継してるんですよ。え、あ、本当に2回もドームの。そうそうそう。でその時の解説が実は山本昌さん。うわ。でしかも土曜日。っていうんで昌さんと話して、あ、なんか俺ね、実況森脇さんでしょ、で土曜日で俺でしょ、やると思うんだよねっつって途中で言われてたのをすごい覚えてて、もうあのこんなラッキーなことは、もうそれは非常にね、アナウンサーやってて非常にラッキーだったなという、うん、ありがたい限りで ね。持ってるアナウンサー。いやいやいや、私が持ってるあのね、アナウンサーによってあるんですよ、本当に。あれ、そうですよね。あのね、宮部君も入社以来ね、うん、いいゲーム多かったのね。そうなんです、デビュー戦が山崎武さんの特大ホームランと、うん、メルビンバンチ後半戦初勝利という方法で、で2試合目に駒田選手の2000本安打とか、あ、ありましたな、レフト線のやつね。うん、ありがたいですね。僕はもう長い間やってたんで、はい、もちろんいいゲームをやらせてもらったし、はい、なんかひどいゲームも、うん、いや、まあそうですね、随分、ね、それは絶対ありますよね。うん、優勝シーンはどうなんですか、宮部君あるの。あ、僕は優勝シーンはないですね、はい、それだけいいゲームいろいろやってても優勝シーンは先輩方が多くて、僕はもっぱらあのその優勝日のあのビールかけ中継の参加者みたいな。ビールかけよく見ました。本当に幸せです。なんか兄弟みたいに言うてます。わけのわからん英語を使いながら外国人選手に聞いたりしてなかったか。なんかハーフィールビールかけ、ハーフィールビールかけ、ビールフェスタって言ってましたんですけど。ひどい英語。優勝シーンは？優勝シーンは、うちはあのたまたま中継は99年の神宮、これ吉村さん担当。で88年もたまたま吉村さん担当。うん、で他のところはあのうちの中継じゃなくて。あの優勝シーンはあのいわゆる生中継としてはやってないんですけど、あの、まあ、保存用というかニュース用にはずっと実況つけてたっていうのは、なるほどなるほど、それはね、あのやってますね。そのぐらいな感じです。だからまあ正確に言うと、まあ、いわゆる電波にはあの生では乗ってないので、まあ、優勝中継はやってないという感じでしょうかね。なるほど、はいはいはい、優勝中継、ぜひ今年こそ ね本当ですね。久野さん何回？僕優勝は1回だけ。あ、本当ですか。うん、優勝は1回。あの88年。あ、でも、モエオドラゴンズのイントロでもう何万回と回ってますからね。ありがとうございます。ね、あれはもう優勝1回してますから。この間そういえば、何だかでたまたま偶然聞きましたね。あれ、それこそ YouTube かな、はい、なんか、モエオドラゴンズ。はい、あ、本当に。車とバージョン88年。いや、僕、はい、ピッチャーで4球を投げた草振り三振、試合終了、ドラゴンズ優勝、ドラゴンズ6年ぶり4回目の優勝達成。5番彦野田川又だ、6番大砲山崎だ、7番井村だ前原だ、8番中村ドーンと構え。一番幸せだったのは、あの名古屋球場だったでしょ、はい、地元でしょ、うんうん、しかも最後あの加藤源氏が空振り三振って言うので、一番かっこいいんですよ、優勝した。踊る守護神加藤源氏か、そう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 、ね、はい、一番いいシーンをね、それはやらせてもらったとは思います。あれはもう本当そうだから、ね、うちの吉村さんですよ、加藤、はい、は泣いています。あ、そうそう、星野監督が笑ってます。その時ですか、うん、弟が見てるぞっていうあれですね、うんうん、あれですね、過去は泣いていますって言ってましたけど、ね、中村武史、うん、なんだろうな、あのいや今年への期待とか、なんか今年に関してそうですね、うん、キャッチャーが育つ過程ってのに木下拓哉みたいなのをどう思ってますか、うん、というのと、まあルーキー取ってきたじゃないですか、うん、その可能性についてはまあぜひ伺ってみたいなと思いますね。ああ、山川さんもそうか、高卒、うん、そう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 、ね、そうか、あの何をこれから覚えればいいのか、うん、山川さんとかで、山川さんが1本目の
そのレギュラーになる可能性っていうのは現状どんなふうに考えてますかっていうのをちょっと聞いてみたいですね。なるほど、うん、中村さんへの質問、あの山浅、うん、あのルーキーの高校生上がりの、うん、なんか大胆なリードもするというふうに、中村さんも高校生から堂々レギュラー取ってった人ですけど、山浅捕手はどうですかという、いや、あの変な欠点はなかったですね。あ、本当ですか。まだやっぱりその実戦になると、まあ、硬さ緊張感ね、いろいろするのは絶対あるので、うん、あの練習比べると実戦はちょっとグッとこうね構える硬くなるとかあるんですけど、うんうん、まあ技術的なことはあの普通に、まあ、高校生と考えると少し見た目 ね我々の時代は大きいのが多かったんです、まあ、ちょっと小ぶりかなと思うんですけど、うん、細いよね。まあ、でもバッティングも、ね、いいし、うん、あのよく一軍のキャンプについてったと思うの。いや、もうボール取れてるだけすごいです。すごいね。もう取れなかったですもん。もう今はまあその高校生ね、DeNA も入った高校生、うん、キャッね、普通にやってますもんね。そこがもうもう OK です。あ、そうです。我々の時代を比べると、まあ、いずれにしても、今ね、やっぱバッティングに関したらみんないいキャッチャーっていうのは多いですよね、入ってくる、うんうんうん、まあ、入ってからね、ちょっとバッティング悪くなるのがなんか今のキャッチャーなんですけど、うん、まあ、バッティング見ても普通だし、もうボールも取ってるし、ボールも投げてるし、で僕ら見るってそこをまず見るんですよ、うん、何がうまいとかあれがダメじゃなく普通にこなしてたので、あとはもう毎日野球するわけですから、毎日会話するわけですから、絶対うまくなるのはもう間違いないので、うん、まあ、あとそこにね、怪我とかそんなねなければ順調にいけば全然レギュラー取れるんですよ。だメインは、まあ、もちろん木下捕手でしょうけれども、うんうん、あと2人ね、普通ならキャッチャー3人ですよね、うん、でもちょうどいいんじゃないですか、木下がもう30ちょっと超えて、うん、まあ、5年ぐらいで山さんバーンって出たら、まあ、10年ぐらいでいけるのでね、うん、今年3人の中に入ってくるって可能性はないですか。どうなんですか、使った、でも試合に出た方がいいですよね、うん、バッテリーコーチ次第ですけど、一軍でさせるのか、うん、まあ、石橋とかもいるし、うん、あの土地が近くてね、はい、そのまあ、チームの方針ですよね、うん、ファームで被らせよう、うん、あの一軍で控えやってるからね、うんうん、数取らせよう、ファームで、まあ、ね、まあ、もちろん一軍で使うっていうのは別ですけど、うん、多分最初ファームだよね、まあ、もうとりあえずどこでも何でもキャッチャーは実践出ないとダメです、うん、もうあの大学であろうが社会人であろうがもうね、うん、とにかく実践をこなさないとキャッチャーは成長しないです、うん、それは間違いないね、うん、そう思います。チュースポなんかの記事によると、はい、あの極めて大胆なね、あのリードもしてみたいな評価もされてますよね、うんうん、そうですね、そうですね、まあ、あの一回その沖縄で取材する機会がありましたけど、あ、もう答えがやっぱり理髪というかね、あ、そう、こんなちゃんと喋るっていう、うん、まだティーネイジャーが、うん、はい、これはね、あ、頭のいい人だなと思ったのは間違いないですね。言葉にまずできるってすごいですね、さすがこの聖光学院でオール5、そういうお勉強の方もそうだし、野球能も高くて、初日ですよね、あの涌井投手のボールをいきなり受ける機会があって、うん、いや、これよりも試合で受けられるようにしっかりピッチャーの特徴を理解してキャッチングしないとっていうね、まあ整理された言葉が賢さにつながった。古木さんはなんかあの私、うん、2人に聞きたいことある。2人に聞きたいこと。私はもう、うん、あの今年のドラゴンズはもう絶対優勝ですよね、うん、と聞いた。ああ、そうそうそう優勝ですよね、念押しですね。一番の影響力なっておそらくアキーノです。あ、なるほどね、はい、ピッチャーは安定してるんで、なるほど、アキーノが打ったら優勝まである。あ、なるほど、はい、というふうに思います。ただアキーノが空っ岸だと最下位まであると思います、はい、もうこの一番上振れ下振れが大きいのがドラゴンズだと。なるほど、はい、それが古木さんの質問の答えかな。サンデードラゴンズ一緒にスタートした時の古木さん覚えてます？中村さん顔見たら分かる、うん、顔見れば分かると思います。あんまり名字を覚えないと。ああ、その古木さんがあのお二人が今日のゲストだと言ったら、まずあの聞いてほしいことは、今年優勝ありますかというふうに言ってたんですけど、このピッチャー持ってればいつでもチャンスが、うん、決めてないですもんね、決めてない、セ・リーグね、どこもない6球団だから、逆言えばまた最下位も可能性もあるし、うん、本当どこが分かんないですよ、これ、うん、本当に分かりました。だって強いチームっていないですもん、ね、うん、じゃあ一番安定してるのは阪神かなっていう、あ、まあ、バランス的に、まあ、横浜ね、補強とか含めてまあまあいいのかなと思う程度で、うん、
中村武さんから声かけられなかったんですか。かちょっと私は先輩かなと。先輩、あ、そういうこと、あ、そういうことですか。大きいです、大きいです、大きい。失礼します。いや、野球選手って結構ほら年上の人好きだったりしますよ。どこまで上。だいぶ上の監督もいらっしゃいました。あ、そうです、そうです。うわー、なんかいいですね。ねえ、この作品アナログでしょ。いやいや、でも一時でも入社した頃どうそうだったんですね。最初の頃そうでしたね。今も使いつけられる。ねえ、あー、よく見えますね。サンデードラゴンズ初代アシスタントの古木です。もうピカイチ名古屋チャンネル登録していただけましたか。登録、そして高評価、またまたコメントもぜひお待ちしてます。よろしくお願いいたします。そして私も冠婚葬祭いろんな司会をやっております。どこかの司会でお会いしましたらぜひ声かけてくださいね。お願いします。